ジョン・ボイエガは、イギリスの俳優。上皇日誌監督の、アタック・ザ・ブロック、スパイクリー監督のドラマ、ダーブリック、スター・ウォーズ、フォースの覚醒の、ストームトルーパーの脱走兵の FN-2187、フィニアクなどで知られる。ジョン・ボヤーガとも表記される。1992年にペンテコステ派の伝道師を、している、ブリティッシュ・ナイジェリアン家庭に生まれる。 小学校の演劇で票を演じたのが、ボイエガにとって初の演技経験だった。9歳の時に、南ロンドンのペッカム劇場の芸術監督に見出されて劇団に参加し、14歳までの間、学校の授業以外の時間のほとんどを劇場で過ごした。ボイエガの収入は家庭を支えることになったが、父は自分と同様に伝道師になることを息子に望んでいた。2003年に、 ウェストミンスター公立学校に進学し、学校が企画する様々な演劇作品に出演した。2008年から2010年にかけて、サウステームズカレッジのワンズワース校に在学し、舞台芸術を専攻した。大学ではオセロで主演を務めるなど、精力的に活動していた。また、グリニッジ大学でも映画や脚本について学ぶが、 俳優活動に専念するために退学している。ありがとうございます。